もう時間ないんで、ちょっと試すのはなしでお願いします。もう時間ありませんので。よいしょ、入ったかな。じゃあ、中国に移しますので、あの分隊入ってくださいね。あ、やってていいです、やってていいです、やってていいです。分隊分隊解除されますので、私の手によって移された人は解除されますので。あとはアドベントさんかな。よいしょ、ロード中、ごめんごめん。ではアドベントさんがインが、インしたこのを見てから、やりますので、インを持ってエンブレーマーズさんをお呼びにしますので、少々お待ちください。はい、アドベントさん来たね。ちょっとアドベントさん移します。はい、はい、ということで、エンブレーマーズさんの方、どしどし入っていただいて大丈夫です。サーバーに、サーバーにイン OK です。よいしょ、サーバーにお入りください。アドベントさん、分隊が解除されているので、分隊入っておいてくださいね。このチームデスマッチの間に入っておいた方がいいです。はい、ということで、エンブレイマーズさんの方、お入りください。観戦は、別に観戦はいいけど、自分が試合するときは、2つ PC 持ってね、観戦する人はいないと思うけど2つ PC 使ってゴーストする人はいないと思うけど、ゴーストというかね、見る人はいないと思うけど、別にいいです、全然。観戦はどうぞ。私は強制的に入りますけどね。私が入れなかった場合は感染強制的に入りますけど。 OKOK、 入ったのを確認してから行きますから、お願いします。ということで、枠移動します。枠続いてる。なんだ、枠が。行くときは行くって言いますので行くときは行くって言いますので眩しいよ眩しいよ、君たちカメラが、っていうか感染モードも なんで感染モードもこのなんで感染モードも食らうんですかね。はい、ということで、あと30秒後ぐらいにやります。あ、15秒かなはい、ということで、エンブレイマーズさん対、HOZ ブルドックで行きますので、2分経ちましょう。行きますよ。はい、ライチンさん、赤猫さんいらっしゃいです。あ、大丈夫大丈夫、ハンドガンサップ OK です。ハンドガンもサップ OK です。アタッチメントは何に使う方がいいです。アタッチメントは何に使う方が OK です。はい、じゃあ行くよ。
行くよ、次ラウンド行く。はい、じゃあここから始まりますからね。ここからエンブレイマーズ、3対、チームブロック始めます。音量とか大丈夫？音量とか音声出てるよね、OK。では行きましょう。はい、では第1試合、ブルドック対 HOZ、 ブルドック対エンブレイマーズさん、広告ありがとうございますの試合を開始します。パチパチパチ頑張ってください。まだです、 ADSL。 はい、30秒の待機でいきますよ。さて、これ分け場所は分かんない。はい、あと15秒で始まりますよ。こっちは、エンブレイマーズさんがアルファ側、チャーリー側が、HOZ ですね。まずは初動どうするか。はい、試合開始、試合開始です。さすがここはここはやっぱりアルファ側が有利なのかな。ということで、ブラボー、早い早いですよ、とっても早い。まずは AB 固めが華麗に決まると。この AB 固めを崩したいのは HOZ ブロック。さて、さあいけるか、この AB 固めのこのライン、このラインですね、ここのラインを越えられるかどうかですね。あともう、リスポーン位置が変わったのか、裏を取ったのか、アルファを、HOZ ブルドックが取るが、エンブレイマーズさんが、チャーリーを、すかさず取ります。でリスポーン位置が、移ったことにより、それを処理にエンブレイマーズさん2人で、戦いに来ました。で3人チャーリー、アルファ2人という陣形ですね。HOZ の方はあの全員一塊で動くような格好ですかね。 HOZ ブルドック一塊で動いていくと。では、おでん入りさんの視点から、おでん入りさん、さすがブルドックだからブルドックを使っていくということですね。じゃあブルドックを使っていく。さて、グレネードを投げたから、あーっとここで惜しい。さて、ボーイさんがチャーリーの2階に登ってる。さて、エンブレイマーズさんのバットをラフェさんすごいあのぼんやりした呼び方だったけど、が、いきますが、さあ強食侍さんが、チャーリーの、旗取り部隊を倒して、これはグレポン、グレポンポンやっていく。さて依然、チケット差は、エンブレイマーズさんの方が、チケットはまだ、差がついてますが、まだまだ逆転できるでしょう。さて、おでん入りさんがやっていく。児玉子さんが、中に入って、おっとなんか変な食らってる番組があるんだけど、児玉子さん一人残ってます。これは脇っぽに、ああ湧いてくれてましたね。さてここで、いろんな拠点が動き出しました。赤がエンブレイマーズさん、青が HOZ ブルーロック。必ず、1個と1個、動き出したら、もう1つの、ね、空いてる拠点を取りに行ってますね。ここは HOZ がブラボーズ落としたかったが、エンブレイマーズさんのカバーが速い、カバーが速い。ここで児玉子さんがブラボーに近づいて、相手は何でもあり、あっと激しい。グレネードは飛んできた、ナイスグレネード。エンブレイマーズモーリーさんかな、モーリーさんということで、アルファに、エンブレイマーズさん入って、これは児玉子さんが走る。まだチケ差は20チケ差ですからね、あの全然、あとここだが、エンブレイマーズさんが3拠点を取っていた。ここでガッツリちょっとチケット削られてますね。ここで児玉子さんがガラスが邪魔だからナイフを振ったところをちょっと見えてました。で
チャーリーに向かう HOZ ブルドッグの、オレンジさんで、アルファに向かう3人、ここはうまく分かれて3人で分かれた、うまく、これはうまい、うまうま、ここで3拠点、2拠点か、2拠点 A、アルファチャーリーを取る。さあ、アドメントさん、アドメントさん、ブルドッグ率が高いのはやっぱりブルドッグなのからなんだ相手もブルドッグだったブルドッグブルドッグ祭りじゃないですか、やだ。はい、ということで、床田真帆さんが池で、1人倒して、起こしに来た人を倒したが、ちゃんと起きて、起きていた。ネスターさんがチャーリーを守るが、他の拠点に展開はしたい。さて、チャーリーは HOZ、 おっとチャーリーが落ちる。ブラボーとアルファが、これで3拠点、またエンブレイマーズさんが取るかが、ここで戸田真子さんがアルファにきっちりカバーに入っていく。3拠点はやらせません。いやーけどケアがあるが、アドベントさんがいるから旗は落とす。ブラボーも取りに行っている。ブラボーに取って、まず2拠点をまず取っていく。さてこれで2拠点を AB 固めができるか。ナイス、おねえりさんのファインプレーが。だが敵は多い。起こす、あーっと来た来たうわ惜しい、すごく惜しい。はい、ということで、B 拠点が、まだどこも取ってない、チャーリーアルファを、チャーリーをまず HOZ ブルドッグ落としていく。はい、アルファブラボーが、エンブレイマーズさん。さてここで、初めて100を切った、のは、US チーム。初めて役を切ったのは USHOZ チーム、90対150ですね、約90対150。だがここでね、固めた場合は、さて、児玉子さんがまず旗を取ろう、まず旗を取ろう、帽子さんも、ブラボーに走れるか、ブラボーに走るか。これは HOZ 単体で1人で旗を落として、綺麗に2つを取っていく。いいですね。あーっとアルファけど取られてしまったですが、今3拠点、今3拠点ですよ、今3拠点、今3拠点、これでチケットを削れるか。ですが、アルファが敵が、エンブレイマーズさん、敵がって言っちゃダメですねアルファが、エンブレイマーズさんに、あーっとこれはあー、これフレンドリーファイヤーありかな、なんかフレンドリーファイヤーあるのか何か分かんないけど、ごめんなさい、なかったらないでごめんなさい。まあ、フレンドリーファイアキルではなかったんで、キルログ上多分ね。さてここで、ちょっと、ダブルスコアになりかけてますね。170対140。あとはちょっと、まずはちゃんと、隠れるところに隠れて打つというのがね、やっぱりコツなんでございましょうか。児玉子さんはまずひたすらね、あの旗を、上げて自分の有利のように進めていく予定です。さあ、ブラボーが取れなかった。さてこれで児玉子さんが1人かな、児玉子さんが1人5分ずっとで湧いていく。ブラボーから片目が入る。これはアルファに、これアルファにこれ固められそうけど、エンブレイマーズさんが3拠点目を狙ってる。エンブレイマーズさん3拠点目を狙ってる。エンブレイマーズさん3拠点目。ここは慈悲はない、戦場に慈悲はない。児玉子さんがブラボに入るが、後ろに敵がいたような気がする。後ろに敵がいた、2人いた、2枚いました。さて帽子さんがブルドッグでまず、アルファに入ってきた人を倒して、おでん入りさんを起こすと。さてアルファ、ああもうアルファ取られてきました。3拠点ですが、チャーリーを今、落としている最中でございます。ここでアルファも取れれば、アルファも取れればいいんですが、これはあーっとグレネード、あー惜しい。でもこれはアルファ落としてるぞ。アルファまず2拠点落とした。ここで固めたい。ナイスキル。はい、 AB が HOZ ブルドック。アルファが取る、抜かれたが、ブラボーに走っていた児玉子さんとネスターさん、
さてこれで固めたいが、ちょっと裏を取る動きを、HOZ とブルドッグは、やることが多いので、拠点の取り合いになってしまってる。敵の勢いをちょっとそぐよりも拠点の取り合いになってしまってる。さて短期もう完全にアルファは見られてますね。おでん入りさんがけど抜く、抜いていく。これはスーパーファインプレイ。さてここで全ての拠点がエンブレイマーズさんが絡んでいって、アルファはおでん入りさんが取る。ブラボーチャーリーと、チャーリーも走ってるがなかなか当たらない。これは AK かな。よーし、危ない。まずアルファを死守しながらしつつ、チャーリーも取ってるからこれで2拠点だが、もう来てた。アルファにエンブレイマーさんの資格が来ておりました。さてエンブレイマーズさんが、まあうまいことこう3人でね、こう動いていくというか、そして、1人がね、2人遊撃部隊3人でこううまいことね、こうチームで動いている感じで、HOZ はまずファテマ取るんですが、ちょっとバラバラになりやすいか。まずチャーリーを落として、また2拠点を取るとしたが、まあともう慈悲はない。ブラボー空き巣になってた、ブラボーに空き巣入ってました。さてチケットはあと9対114。さてあと5チケットになりました。さあここで全拠点をエンブレイマーズさんが取ろうかと思うところ、アルファとブラボーに HOZ とブルドッグが入って、まだまだ終わらんよ。あっとブラボー5人固まった。お疲れ様です。まずラウンド1は、エンブレイマーズさん113ということで、勝利でございます。よいしょ、まあ、まずねまだまだ113ですから、113でございますので、次に120をねやれば勝てるわけですから、ということでこのままね試合はそのまま続行になりますので、あ、なんか抜けてない、人抜けてない、人抜けてない。ネスターさんと誰だ、抜けたの、落ちた、試合落ちた人がいる。ネスターさんと、あ、うん、ごめん入ってもらえばいいです。ネスターさんと帽子さんが落ちてる、ネスターさんと帽子さんが落ちる。なので入ってください、入ってください。もうそのまま入っていいです。30秒以内入れよ。30秒以内入るんだ君たち。おお、重い腰を上げるな柏田さん。もうネスターさんはこれ PC 落ちちゃった感じ、 PC 落ちちゃった感じか。よいしょ、帽子さんが入ってるが、さてあとにちょっと、ウェイト、あーやっぱ5です、5です、もうダメ、5です、5、もう始めます、よいしょ。はい、ということで、HOZ4 人目入ったね。ネスターさんを待つ。4対5に今なってますよ。ということで、落ちてももう始めますのでね、落ちても始めます、待ちません。ちょっとそこはごめんなさい。はい、 TJ さんもいらっしゃる。ということでこれは痛いな。これで5人目が入ったので、ここからここで5人ちゃんと入ってましたね。さて
で、ここで、今度はね、あの赤が HOZ ブルドッグ、エンブレイマーさんがブル、青チームですね。ここで青が全めて、エンブレイマーさんが3拠点を取る展開ですが、脇ポイント的には、チャーリーに行ったので、チャーリーには敵がたくさんいた。チャーリーには敵がたくさんいるぞ。さて、打ち勝って、アドベンチさんが打ち勝って、どんどん前に進んでいくが、ここは止められる。さて、拠点に入りたいが、ちょっと脇ポイントがちょっと微妙な脇ポイントだったが、ブルドッグチーム、エンブレイマーズさんが、エンブレイマーズさんのチャーリーの防衛がいなくなったところでチャーリーを取っていく。さて、ボーイさんがアルファに向かっていきますね。ボーイさんと、あと後ろに続いてた人が空いてしまったが、ボーイさんがまずアルファを落とす。さて、チャーリーはアドベンツさんが守りつつ、チャーリーには入ってくるなよということなんですが、抜かれてしまう。ボーイさんのところで、枠か、これは。これは1人つらいぞ。巻いていく、ボーイさんで巻いていく。さて、おでいりさんが、にゃー、やっぱりこうちゃんとあの3人で連携組んでいきますね。エンブレイマーさん、ちょっと旗取りを優先して、おっと向こう側にはいるが、やっぱり植木で見えない。にゃー、惜しい。さて、さて、これで、エンブレイマーさんが、180、HOZ ブルドックチーム140ということになって、40チケ差。やっぱり最初の3対5がちょっときつい、すごくきつかったか。全ての拠点が、エンブレイマーさんに移りました。全取り全拠になりましたので、どこか落としたい、落としたいが、うまくケアをしていく、うまくケアをしていく、囲んでケアをしていきますね。で、チャーリーにも、マックスさんが、チャーリーの拠点は俺一人で十分だと言わんばかりのチャーリーを防衛していく。ディフェンダーがちゃんと配置されてますね。ここでブラボーにもディフェンダーをつけて、3人で遊撃部隊、3人で遊撃するところと、拠点で、守るマックスさんとバットさん、3人で遊撃します。さて、ここでブラボー2人、チャーリー2人で攻めていく。さて、チャーリー落としたいが、チャーリーはやっぱり、いやー、強かった。ブラボーに2対1で攻め込んでいく。オネイニさんとネスタさん、後ろにもう来てるぞ、後ろにケアが来てる。おっと、アドベンチさん、オネイニさんでどうにかエンブレイマンさんの防衛を突破できるか。ブラボーがにわかに落ち始めたが、裏後ろ取られた。おっとフレンドリーファイヤーもありつつナイフを止めようとしたが、なかなかこううまくいかない。やっぱり普段フレンドリーファイヤーに慣れてないときついですね。ネスターさんがブラボーのエンブレイマンさんの、リアルノスさんかなを倒して、さて、ここの時点で184対78、ちょっと100チケ差ついたが、ここで3拠点取れば、おっと、これは帽子さんがファインプレー。おっと、アルファにもちゃんとディフェンダーいた。抜けたと思ってもまだいるよ。本当にこれチーム5人かという感じのね、完全に5人以上の圧迫感。エンブレイマーさんの連携が決まっていく。児玉子さんがアルファに抜けていくが、敵に見つかって弾を受けている。なので敵が、敵ではない、エンブレイマーさん、ごめんなさい、エンブレイマーさん2人でカバーして3人でアルファ取ります。チャーリーも取っていたが2階にいましたね。エンブレイマーさん2階におりました。さて、また全拠になりかけてるぞ。チャーリーは取っていく。あ、なんかごめんなさい、英語規模になってました、英語規模になってます。さて、 HOZ 赤に染めたい、拠点を赤に染めていきたいが、どうしても、この本当に3人で分かれるこの美しい連携ですね。本当にこれはなんかフランス戦とかやったことあるんでしょうか
さてここで押し込めて全強になっていく、全強になっていく。おでん入りさんがチャーリーをケアしたいが、チャーリー見えない、チャーリーに敵が見えない。ここはブラボーに飛んだ方がいいかなと思ったが見つかっていく、マックスさんが、おでん入りさんをブラボーに走らせまいとケアしたところに、HOZ ブルドッグチャーリーをまず落とそう。さて裏から、裏を見ているのはアドベントさん、アドベントさんが裏を見ているが、ここにショールームの車のショールームのところにエンブレイマンさんもちゃんとケアしていると。さておでん入りさんが、最後の生き残りということで、ブラボーを落としていく。さて、シャッターが降りているのでね、シャッターが降りているのでこのショーケースの中がちょっとなかなか難しいことになっているが、ネスターさんがおでん入りさんの敵を取れなかった。さて、おっとナイスアドベントさん。さてナイフな、ナイフ振っていく。さっき味方だったような気がした。ボーイさんとアドベントさんが交錯、ということで175対18。でも、拠点としては、赤が優勢なのでこのまま固めれれば、チケット削れていきます。さてでもすぐに1チームを、やるというよりも、1拠点を攻める感じですね。みんなで1拠点取って、まずは1拠点を取っていく。でアドベントさんが囲まれた、4人に囲まれてるぞ、ですが赤の、HOZ ブルドッグ、2拠点、もうここの2拠点はもう渡さねえぞと。これで地形の、減少は、リスポーンじゃないと地形が減少しませんので、ここからどれだけ削れていくか。さあどんどん負けるか。帽子さんが、はい、チャーリー入っていく。これは大丈夫か、チャーリー入ってて大丈夫か。これは固めるよりももう全拠取っちゃおうと。帽子さんが、帽子さん負けた。さてネスターさん、ネスターさんがここで止めたい、ここで止めたい。アルファとブラボー、あーっとブラボーに敵が入ってる。だがチャーリーも敵を、あ、チャーリー取りましたね。 HOZ ブルドッグチャーリーと、アルファが点滅。これは危ない、これは危ないですよ。おっとネスターさん頑張ったが、おお、デイリさんのハンドガン連射が当たってるような気がしたが、なかなか敵も体力いっぱいだったか、元気いっぱいだぜ。さてあと5チケ、3チケ。さて、あー、勝利したのは、このラウンド勝利したのはエンブレイマーズさんということで、グッドゲーム、グッドゲームということで、149ということで、この、まず第一回戦は、勝利したのはエンブレイマーズさんが勝利いたしました。あ、なんか一桁多いが勝利しましたね。はい、ということで、まず、今ね入った人は